メですよ、人に向かって打っちゃ。はい、というわけで今日はそんなちょっとストレスの溜まったあなたにとっても面白いゲームをお持ちいたしました。じゃじゃーん、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド・オーバー・キル・ディレクターズ・カットというタイトルなんでございますが、2月の23日に発売予定ということなんですが、皆さんゲームセンターで見たことないですか？こういっぱいこうってきたの、キャーってやりながらカップルとかがちょっと怖いとかやってるのを隣でこう彼氏とかがこうなんか俺が倒してやるよみたいな、そういうちょっとコント的な感じさあもう何やってんだろうなって周り思うけど二人はホットみたいなね、そういうの見たことあるじゃないですかまあそのゲームがですね、なんとプレステ3に登場ということでですね、今日はですね楽しい仲間とちょっとですね、こうちょっと楽しいこうカップルごっこをしてみたいと思うんですが、さあ誰を指名しようかな、誰をしようかな、デアルヒアンてれってってミャミャです。イエーイ、あけましておめでとう。イエーイ、そう、そうなんです。というのもですね、実は今日このミャミャもなんですが、プラス A のメンバーがみんな遊びに来てくれてます。イエーイ、残念ながらですね、キシリンとですねゲンちゃんがお休みということなんですが、はい、キシリンはお仕事って聞いてますけど、ゲンちゃんどうしたんですか？なんか風邪ひいたみたいです嘘だ、嘘でしょ、熱が嘘でしょ、熱が、そんなあの何修学旅行前の中学生みたいなそんな感じ、なんか昨日なんかドキドキして寝られなくて風邪ひいちゃったみたいで、ゲンちゃん、もう今日最高に面白いゲームでみんなで遊ぶのに、ね、でも本当にちょっと気合入ってますね、ごめんね、似合う似合う似合う、そうなんです。今回実はこのゲーム、あの 3D 対応ということで、お家のテレビが 3D の方はこのメガネをつけなくても 3D でブワーってゾンビがね、こう飛び出して見るらしいんですが、こういうメガネを使ってもね、子供の頃理科の実験とかでやったじゃないですか、あのメガネをつけてもブワーって来るらしいよ。すごいよね。ねえ、うん、大丈夫ミャミャ、大丈夫、本当ゲームとか得意、任せて、割とできるよ。本当、うん、本当ハマり出すとすごいです。ハマり出すと、本当早打ちですよ。早い、本当ですか？あ、ちょっと頼りになるかも。じゃあカップルごっこできるかもね。できるかもね。ね。まあでも私たちこのゲーム遊ぶの初めてじゃないですか。そうですね。なので素敵なですね、アドバイザーをお呼びしております。はい、岡部さん。はい。あ、どうもこんにちは。はい、実は私岡部さん今日来てくださった時に、うん、ガチャって入ってきてくださって、あの最初にね、あの名乗ってくださってたんですけど、完全に思い込みでですね、このスタジオよく2階であの学校の教材用のナレーションを撮ってらっしゃるんですよ。なんであの外国人の方すごくよくいらっしゃるんですよね。で、あのいつも上ですよって教えてあげてるので、はいはい、つい私今日来た瞬間に、あ、上ですよって言って私は上なんだと思いました待って待ってみたいなそんなこんなで今日は教えていただきたいんですが、ね、はい、岡部さんってお呼びするのなんかあれですね、なんかイメージが、うん、あ、じゃあもうあのジョードジョーって呼び捨てでお願いいたします。え、下の名前がジョーなんですか？あ、そうです。かっこいい、かっこいい。ミャミャの下の名前はサトシちょっとなんかジョーいいな、ジョーいいね。じゃあ俺のことはなんたらって呼べよみたいな感じでちょっと二人で、え、男同士なんか言った方がいいじゃないですか。 How you doing, baby? I'm fine, thank you. かっこいい、かっこいいぞ。 Good, good. Call me サトシ。サトシ、 OK. Please call me Joe. OK, no problem.すごい、英語喋れんの？喋れない、喋れない。え、なんだ？ジョーさんもすごい流暢だからドキドキしちゃった。はい、じゃあちょっとジョーさんにはこちらですね、私たちがダメなプレイをした時にはストップストップって止めていただきたいと思いますので、どうぞこちらの前の方へ。どうぞどうぞ。はい、じゃあちょっとテレビつけましょう。ちょっと数届かない、数、はい、数、数ですか？ちょっとボタン押して、チャキーン、強そう。どう？おー、決まりますね、うん、ありがとうございます、うん、ちょっとミン頑張っちゃうわよ、うん、ミン頑張ったわ。あ、ちょっと ラウンドがある、ラウンドがある、待って、こうやってどういうこと、逆さまじゃない、逆さまじゃない、逆の逆さまじゃない、逆の逆さまじゃないこのラウンドがある、ちょっと使えない使えない、これであの赤青メガネに、あ、あ、あ、すごい、あ、すごい、
ちゃんとなんか立体だね。立体、おっぱいでか。何言ってんの。だって立体でおっぱいだったらおっぱい見るでしょ。え？ほら。じゃあ俺なんて言ったらいいの。うんって言えばいいんじゃない。うん、ちょっと重い。うんが重い。すごい。ちなみに今私たちはすごい立体に見えてるんですけど、みんなはどう見えてんの？ピンクに見える。ピンク？え？嘘？あ！本当だ。本当だ。あ、これ私たちだけしか楽しめない？そうだね、これね、この立体感。うん、いいね。でもちょっとしばらくこれでやりたいよね。そうだね、これでやろう。うん、もう始まってる？そう、始まってます。え、え、え、ちょっとちょっとちょっと。うわ、これ。え、なんかすごいこれ。私が青い焦点ですよね。そうですね。今あのミンゴスが持ってるのは、うん、あのクロスボウでして。クロスボウ。弾が三分あの矢がですねどこかに当たると数秒後に爆発するという。ええー。強烈な武器です。え、あ、じゃあちょっと。早く打たないといけないってことですよね。その代わり3発しかないので、うん、あの打ち尽くしてしまうことが多いです、ね、あ、なるほど。なので隙は多い武器です。あ、リロードって出てます。どうしたらいいのかな。これあのトリガーを引くかボタンを押すか、あの持っているコントローラーを振るとですねリロードができます。マジっすか。ちょっとやってみよう。振ってみよう。かっこよく押しちゃったのか。かっこいいとこ見せられてない。いきます。シャキン、きた。 3D 大丈夫、みんな酔わないかな画面見てて。そうですね、あの他の人だと他の人から見ると赤と青がこうね混ざってこのあの番宣でやってるコーナーなのにみんなが見れないってどうなんだろう。ちょっと急に冷静になっちゃった私今。